竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会長は現役時代頼もしとかされてたんですか？いや、私はしてない。私の師匠、首藤光が代々頼もししよったな。今は知らないですけれども、普通に飲み屋のママやお客さんとかがされていたので、ある意味日本の文化的な認識しかなかったんですが。鎌倉時代からあったらしいな。あ、そうなんですか、うん、当時は米とかじゃなかったんですか、うん、そうらしいな。で、無人っていう場合もあるわな。あ、関西は頼もしやけど、うん、他のとこは無人いうとこが多いみたいで。あ、そうなんですね、うん。神戸山口組組織委員長、九州福岡の2代目安倍組、元光志郎組長、頼もしで銀行法違反逮捕されましたけれども、これって仇だったら捕まってなかったんですかね？そこら辺仇の程度にもよるわな。けど、まあ仇で頼もしで捕まったって聞いたことないわな。そうですよね。で、警察の点数も上がらへんやろしな。うん、でも今頼もしなんかしようしておいたらあんまり聞かんな。うん、元光志郎組長といえば車突っ込まれたり放火されたりしてましたが、神戸山口組では珍しく返し行ってましたもんね。三代目行動会顧問室西武連合の武藤博史会長とこにダンプ特攻しとんな。うん、安倍組って中野会でご一緒でしたよね。初代安倍重則組長が中野会の会長代行しとったな。うん、元光志郎組長とはお会いになられたことなかったんですか？いや、安倍組がやっぱり九州やって、その辺若衆いうのは記憶にないわ。あ、そうですか。うん、安倍重則組長と中野太郎親分いたら、匠事件の頃はもうものすごい仲悪かったな。え、そうですか。私が中野太郎親分とこ行って応接間に座っとったら、この中野太郎親分と安倍重則組長向かい同士で座ったのに、安倍重則組長は後ろ側のテレビばっかり見とった。で、中野太郎親分は私にばっかり話しかけて、で、これ相当仲悪いな思ったわ。めちゃくちゃ険悪な空気ですね。安倍重則組長は中野太郎親分の子飼いやからな。それが目も合わさへん、反対側向いてな。私あれにはびっくりしたわ。そうなんですね。九州ヤクザというところで、昨年1月に浪川会傘下の事務所兼自宅に手榴弾を投げ込んだとして同人会幹部、先日逮捕されましたよね。同人会、水上トム本部長やな。三代目前田一家総長。この水上本部長を知った人間に聞いたら、まあ言うたら話は山ありして、うん、温厚な人やりとったな。あ、そうなんですか。で、なかなかの人物やいてな。放り込まれた方って浪川会神部光彦理事長でしたよね。そうやな。この時って火薬入ってなかったって記憶あるんですけど、入れ忘れとったんか、それか手に入れた時に入ってなかったかもわからんな。火薬入ってると入ってないで罪の重さ変わってくるんじゃないですか。それは火薬取締法違反が消えるわな。浪川会と同人会は特定抗争して団体として認定されてるんですかね。いや、解除になって指定暴力団のみやな。でも相変わらず仲よろしくないんですかね。それはやっぱり領有並び立たずで仲はいいことないやろ。あんだけの抗争事件起こしたんやからな。中野太郎親分がヤクザは九州門に限るいて常々寄ったからな。浪川雅弘総裁といえばまた大阪府警に逮捕されてましたよね。会社の登記の件で共に逮捕されとったスターグループの鈴木祐介社長もまた一緒に再逮捕されとうわな。今回は鈴木祐介社長の会社から浪川会に流れていると見られている三ヶ島寮ですか。そうらしいな。まあまあ二人はバチバチの関係やったわな。私も前言うたけど、スターグループの鈴木祐介社長と姫路の日光ホテルの1階でおったからな。今回は少なくとも4600万だったみたいですけれども、浪川雅弘総裁といえば経済ヤクザ、相手大阪府警ですし、徹底して調べ上げてきてるんでしょうね。天下の大阪府警やからな。
スターグループ鈴木雄介社長は何か正弘総裁の企業射程になるんですかね。そういうふうな感じやな、いろいろ報道見よったら。何か正弘総裁が出資してるんですかね。そうやろ思うで、いわゆる浪川マネーですか。これから伸びていく会社に浪川正弘総裁はうまいことを投資しよんな。先見の目があるんでしょうね。そらあるんやろな、ヤクザで一番金持っという話やしな。そういえば浪川正弘総裁と親しいと言われていたガーシーこと東谷義和さん、検察側は懲役4年と求刑しましたが、会長これどう思われました。刑務所行くか行かんかは微妙な線や、懲役3年以下やったらまあ執行猶予になるやろうけどな、そこは裁判官の腹一つやな。そら実刑になったらガーシーも控訴する思うで。ああそうでしょうね、でも考えたらジャニーズ問題ってガーシーから始まってたんじゃないですか。そうやな、そのガーシーチャンネルで喋ったことがイギリスの BBC に取り上げられたんやろ。私もイギリスの BBC から取材に来たんやね。あ、そうなんですか。イメージの下で一緒に写したよ。ああ、ありましたね、ところで最近の文春法ってどう思われます。そりゃ際どいとこついとるわな。けど発行部数が完売するってすごい金が文春に入っとわな。もともと裁判されてもいい覚悟で書かれてるんですよね。そりゃもちろんよ、みんな暴露するいたらそんなもんやろ思うで。でも最終的に世の中文春法も必要やろしな。そうですよね、国民の知る権利いうのを文春は体現しとわな。だんだんひどくなってくる SNS での誹謗中傷どう思います。これはしてはあかんわな。私は厳しく取り締まらなあかんと思うよ、誹謗中傷はな。でも形のないものの線引きの難しさってありますよね。そりゃ難しいやろけど、まあ人によるわな。有名な人やっぱりそんだけ名誉傷つくしな。でも基本的に自分が得られて嫌なことはしない方がいいですよね。それは当然の話よ、人の道やな。では本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。